はい、雑談配信です。2023年11月29日水曜日、日大タックル問題とか麻薬所持問題とかでいろいろお騒がせだったアメフト部が廃部になるんだというニュースがありまして、よかったねって思いました。やったーってなりましたね。まあそうしないといけないぐらいにね、なんか一部ではやってない人かわいそうみたいなね、麻薬にもしないで真面目にアメフトやってる人たちがかわいそうとかっていうことを言われてましたけど、まあ示しがつかないってことなんでしょうねと思うし、また同好会からアメフト部がまた10年後には復活してんだろうなとかも思いますし、なんだろうね、つけ焼き場っていうのがちょっと思った感じではありました。でもさ、やっぱスポーツやってる人ってバカなんだなっていうの麻薬に手を出してみたりとかね、バカがスポーツやってるのか、スポーツやってるからバカになるのか、どっちなんだろうななんていうのを思ったりしました。まあアメフトに限らず全般ですよねと思ったりいたします。さすまたで宝石店泥棒かなんかをした闇バイトの18歳の少年が逮捕されたっつってね、いやーと思いましたね。あのさすまたの動画すごかった。いかついこうね、恰幅のいい人がさすまたを持ってバイク壊してる動画すごいなって思いましたけど、一応ね、そのトカゲの尻尾みたいなあの雑魚が逮捕されたってわけですけど、よくやるね闇バイトもね。なんだろう、闇バイトってなんだろうと思った時に、悪いことを考えて実行するための後押しとして、考える人がいて、闇バイト募集したりとかして、それに引っかかるバカがいてっていうね、世も末だなって思ったりする感じと、そうね、僕らがなんで悪いことしないかっていうと、やっぱその悪いことって知っちゃダメだっていう思い込みがあるからなんだろうななんていうのを思ったりいたしました。みんながルールを守らなくなればそれはもうカオスでしかないんですが、ルールを破るきっかけなんていうのはね、みんなが今マスクしないのと同じように、何か新しい常識みたいなものに染まるか染まらないかみたいな話なんで、闇バイトしてる子だけが悪いわけじゃなく、人間全体の差がみたいなものなのかななんていうのを思ったりいたしました。今日一番笑ったニュース、日テレの24時間テレビの募金の金額を横領した社員がいると。これが地方局の人だったらしいんですけど、何が面白いかって、その人が、逮捕された時に喋ってたことで、貯金の残高が増えるのが楽しくてしょうがなかったっていうじゃあ貯金の残高が減ったら楽しくなくなるんだから、常に目減りする貯金の残高でも見せつけてやれば、その人は一番苦しむのかななんていうのを思ったりしました。まあ長いことやってるし、感覚も麻痺するんだろうけど、まあ来年から募金が集まらないってことになったら全部この人のせいだなとは思ったりいたします。まあそれも忘れんのかもしんないね。まあとにかく、おマジかなんていうふうに思ったニュースでした。世間のニュースは本当に僕はよく知らない。あとこの前もう言われてからずっと残ってるのはあれだな、メンマさんこの程度のニュースも知らないんですかみたいなのを言われたのがずっとあるので、そういうこと言われるとニュース見ようかななんていう気持ちも失せるというかね、心ないコメントにいつもがっかりしたりとかいたします。でもそれ自体も僕が人とこう何かしたりとかするきっかけっていうのを極力少なくしてるから、
その、嫌な思いしたくないからね。で、少なくすれば少なくするほど、その嫌なことが起こったときに、ずっとそれが引きずられるわけですよ。更新されないから、人と会わないから。インターネットでこんな悪いこと言われた、っていうのが、2週間も3週間も、下手したら1年以上ずっと残る。僕はもうなんかね、昔はそういうの覚えてるからってね、僕は記憶力がいいから覚えてるんだっていうふうに言ってたけど、単純に僕は、人よりもそういうイベント化することをすごく回避しながら生きてるから、その少なく起こったことをずっと覚えて反芻してるってことなんじゃないかななんていうのも思ったりいたしました。だからっつって、なんかいろんなところに参加していろんなことをして、毎日忙しく暮らすみたいなことも嫌だなぁなんていうふうには思うので、ずっと引きずるんだろうね。もう、もやしはかさ増しのって言われたのずっと覚えてて、それでもやし食べないのもそうだし、言われたことが嫌だし、チョコモナカジャンボの CM にジャニーズが出てるから、食わないって言ってから、ね、ジャニーズ問題とかもそうですよ。あんだけ騒いだのに、記者会見であれだけ文句を言われたのに、もう今平気な顔してジャニーズがそこら中のテレビに出てるってのもそうだし、ジャニーズってそんなに売れるんですかねなんていうのを思ったりします。経済効果あるんですかねジャニーズってね、謎ですね。謎すぎて、なんであんな出来損ないの、出来損ないというか未完成の人間ですよね、をテレビに出して喜んでんのかっていうのがね、まあ、完成されてると興味を失うっていうのもあるんだろうけど、よくまああんな未完成な、かっこよくもない、どうなりようもないだろうっていうような男子に、わーなんつってるのってどうなんだろうなと、見る目がないのかな、こいつらなんていうのを思ったりするわけですが、まあ僕が美少年みたいなものを見抜く力がないのかもしれないけどね、その、いわゆるアイドルの女の子とか見ても、何が可愛いのか、その辺のお姉ちゃんと何が違うのかそれはわかんないからさ。ね。なんか気持ち悪い笑い方をする女だな、ぐらいにしか思わないんだけど。なんだっけ、今だとあれですか、広瀬すずとかですか、何がいいのって思ったりするんですよね。まあ僕には分からんので、分かる人は応援するんでしょうけどね。よく分からん。あの、何々坂の何々とかね、センターの人とか言われたって、さっぱり分かんないですよ。頭の足りない女を見て何が楽しいんだって思うんですけど、世間の人はそうじゃない。とにかく今流行ってんだって言われりゃ、それで納得して応援したりとかするんだろうからね。本当の美少女ってなんだろうなんていうふうに思ったりしますけど、まあ僕には永遠にわかんないんだろうなと思います。Twitter を見たら桜インターネットが話題みたいですね。なんか政府公認の日本のサーバー管理のところで、今までは海外のクラウドを使うなんてね、LINE 使うみたいなことやってましたけど、ようやっと国内のことは国内でやった方がいいんじゃねっていうので、だけどここには利権が絡んでないから、桜インターネットなんていうのは二の次三の次だって言われてたんですけど、ようやっとなんかそんなのなったらしいというニュースを見ました。まあでも逆に言うと政府お抱えというか、政府公認の組織になると、あれだよね、やらしいコンテンツとかのホームページとかが、けしからんとか言い始めるやつとかがいて、使いづらくなるのかななんていうのをちょっと思ったりとかいたしました。桜インターネットはね、すごいですからね。
まあ一番は、サーバーが強いっていうことと、その、いわゆる反社会的なことに使わなければ、表現の自由がある程度守られている。あと、クレジットカード決済とかで、ね、右往左往しなくていいっていうね。ピクシブファンボックスとか、ファンザとか、あの辺はもう、クレジット会社がけしからんって言ったらもう、エロコンテンツ扱えませんみたいになるけど、桜インターネットはね、年額月額で払った金額分だけ、サーバーレンタルしますよということをやってるわけで、ようやっとですね、そういうのはね、いかに日本の政府がそういうインターネットに疎いかということであったりとか、まあ、IT 後進国っていうことなんでしょうなというふうには思います。まあ、でも、先進国になる要素を全部潰してきたからね。これまでも漫画村を潰したりとか、ウィニー潰したところからずっと来てますからね。ホリエモン逮捕から何から、全部悪い方に悪い方にしか転がらないのでね。インターネットの金儲けの仕方を全部、その当時の利権に、左右されて、今ここに来てるので、しょうがないなって思ったりとかいたします。そうね。まあ、政治が悪いとかいうのはね、三流の言うことですか。まあでも、政治家さんっていうのは、まあ人の心を掴んで投票してもらって、ほんで当選してやるわけですから。当選するまで大変だけど、当選したらあとはもう天下り先を見つけるだけですから。しょうもない人がしょうもない天下り先を目指すための登竜門としてあるのが政治家なのかな、なんていうふうに思ったりいたします。バカしかいない。普通の人と同じ程度のバカしか政治をやってないんだから、それはしょうがないよねって思う感じです。まあ、一人だけ超頭が良くたって多数決の世界だから、金でなびく人とか、悪口だけ言ってりゃいい人とか、増税メガネとか言ってりゃいい人とかね。あれはひどいなと思うね。悪いことばっか言ってりゃいいんだろうしさ、とは思うので、で、それでいいぞいいぞって言ってる人もいるんだろうから。まあ、目を見張るほど、すごく頭のいい人がってことはないわけですから。しょうがないよねって思うしかないかなと思いました。卵が値上がりしようが、何しようが、僕には関係ないですから。などと思った、ことです。いいことも悪いことも、あともう本当なんだろう、世間で起こってることなんか覚えたってしょうがないし、嘆いたってしょうがないしぐらいの気持ちにはなってるかな。どうせ死ぬし、僕はもうあとちょっとでどうせ死ぬんだから、血を吐いて死ぬんだからしょうがない。だから何があったってしょうがない。深夜アニメとかも全然見てないし、結局早々のフリーレンとかも最初の1話とチラッと見る機会以外は全然見てないですからね。推しの子って今やってるんですか、とかその程度の認識だから、まあずっとアニメ離れしないで10年近く深夜アニメみたいなもんとか、チラッチラッと見てた方が、むしろ珍しい。アニメ卒業するのなんか2、3年ハマったら、あとまた見なくなるぐらいでちょうどいいんだから、ずっとこうしがみついて見るコンテンツでもやっぱないよな、なんていうふうに思ったりいたします。ガンダム!やっぱ、ごめんね。同じ話になるんだけど、水星の魔女のガンダムがさ、
まああれガンプラ売るコンテンツじゃねえんだろうなとは思うんですが、なんだろう、もう本当に何にも言われなくなりましたね。あんだけ半年前ぐらいはガンダムっつって、エアリアルっつってたのが、まああれモビルスーツ戦も面白いとこないしな。パッとこう目立つようなロボットもいなかったしなっていうのはあるんだけど、60分の1ガンダムエアリアルって出るのかなと思ってさ、パーフェクトグレードとかさ、マスターグレードエアリアルとかちゃんと作って販売するのかなと思って、だから放送中に間に合わないわけでしょ、その全部のプラモデルのキットを、まあ転売屋が買い占めたりとか放送中はあったわけですけど、もう今はもう それこそ転売屋が扱う商品ではないっていうのもあるんだけど、まあしょうがないか、熱があるうちに売り切るっていうことができない。で、あれはなんだっけ、24話で完結のアニメの話だから、他のガンダムシリーズはね、一応50話ぐらいまでやるんですけど、エアリアル短いっていうのもあって、どうなんだろうなってやっぱ思ったりしますね。まあでも、ガンダムっておもちゃで言うと、もう40年選手ですから、ずーっと売ってて、固定ファンがいて、ガンプラならガンプラで、わーって集まる人がいるぐらいには、強いコンテンツなんだけど、なんだろうな、出す商品、絶対売れるってわけじゃないので、まあリスクも高いんだろうな、とかも思う。あ、そうだ、バンダイの社員もね、倉庫に眠ってたバンダイの商品をメルカリとかで売って、何億円儲けたっつったんだっけ廃棄予定の商品を横流しして、お金儲けてた社員が逮捕されたっつうニュースもあったけど、なんかなーと思ったりしますね。だから、それは、やっぱファンがファンでいる期間みたいなものが設定されてて、その来年エアリアルのプラモが発売されてそれがバカ売れするとかね、そういうこともないんだよなって思ったりするわけです。こんな売り方でいいの、サンライズの名前が消えてバンダイナムコエンターテインメントになったけどいいのっていうような、まあ危機感ではないけど、よいしょ、まあバンダイ主導に なったりするから、横浜ガンダムとかお台場ガンダムみたいなこともやったりするんだろうけどね、もうそれもどうかななんていうのをちょっと思ったりした次第です。2000年ベイビーが今年23、来年24歳になるっていうので、2000年ぐらいに子供作ろうかみたいな話してた、あの頃をちょっと思い出してね、2000年にもし子供を作っていたらっていう世界線で考えると、いやー子供に不幸ばっかりだよなと思ってさ就職氷河期世代とかなんだっけ、ゆとり教育世代とかさ言われて育ってさ、で今不景気でさ、大した夢もないさ、この日本に成人になる子たちが、そうかミレニアムベイビーが今働き盛りなのねって思ったりとかすると、かわいそうだよなと思って、なんかちょっとそう思ったりしますね。なんか楽しいことあるんですかね、とソシャゲ以外に楽しいことのない、ナロー系に逃げるしかないっていう
この世代大変だなって、もちろん勝ち組と負け組に分かれるんでしょうけど、まあ、あの時子供作ってたら、そうか、かわいそうな子供を世に放つことになるのかと思って。だから、逆に2000年以降、どのタイミングで子供を産んだとしても、僕は産むわけじゃないけど、どの段階で子供作ったとしても、2019年に一回コロナで引っかかんだよなと思ってさ。だから、5歳とか、8歳とかだったら、そのコロナっていうものがあるのが当たり前で、いつの間にかこうなってて学校でマスクしろとか言われてするみたいなのとか、小学校2年生でコロナ禍に入ったとして、まあ6年生の卒業式の時にはマスクが外れるぐらいの計算になるから、まあその辺はセーフなんだろうけど、中途半端に2010年とかに生まれた子供たちは、中学生とかになるときにコロナがこう入ってって、一番青春の楽しい時期を閉鎖的で何もするなと。お年寄りに風邪をうつすなっていうので、マスクと行動制限かけられてさ。で、クラスメートの顔もわかんないと。まあ、そら知ったこっちゃねえけどさ。なんかその押し込められた世代はどっかで、あと5、6年でなんかまた大学闘争みたいなのとかが始まるんじゃねえかと、大人が悪いと、幼少期を奪われた子供たちがどっかで反逆をするんじゃねえかとか思って、だから2000年以降に子供を作ると結構不幸だよなっていうことしかなくて、じゃあいつ子供を作ればいいんだろうと思ってね。ベストなタイミングって多分2017とか18なんじゃないのっていう。だから平成の最後の生まれぐらいが、平成30年生まれぐらいが、もしかしたら一番幸せかもしれないな、なんていうのを、ほわーっと思ったりいたしました。まあ今日の雑談はそんな感じです。いやーでもいいね。ドラクエビルダーズをさ、すごいやってたからさ、雑談メインでお話ししたいって人の梅雨払いができまして一人で話して一人で完結できるこの感じとてもいいなぁなんていうふうに思いました。まあもうちょっとだけドラクエビルダーズも続けるとは思うんですけど、あれはちょっとな、準備がめんどくさいっていうのもあるしな、始めたら始めたで結果が出るまでの、4時間やっても結果が出ない時があるからね、しょうがないね。まああと健康面で言うとね、僕は全然もう手は動かないし、体は動かないし、膝はぶっ壊れてるし、体中のあちこちが動かないし、悲鳴を上げてる。まあそんな感じだからね。まあ、やれるときにやれることやって、約束をしない。とにかく何日までにこれしますとか、そういう約束はもうしない。予定を立てない。今日できることをするぐらいでいいんじゃないかなと思います。いつ死ぬかわかんないしね。死ぬ前にとりあえず、あれだよね、ゼルダの時のオカリナから何から、ムジュラから、やってないゼルダぐらいはやっといた方がいいかなと。Wii U でダウンロードして撮ってあるんですけど、ずっと遊ばないまんま Wii U 1年ぐらい立ち上げてないなと思ったりとかして、これはこのまんま死んじゃうともったいないかもなとは思ったりするので、まあ来年生きてたり元気な限りはちょっとゼルダのゲームとかやってみようかなと思ったりします。あ、健康ね。健康ね、良くないですね。あ、でもちょっと思うことがあって、その人間の死ぬタイミングですよね。まあ大体なんか、でかい病気をしたりとか、事故にあったりとかして治んなくて死んじゃったとかね。年取って肺炎になって死んだとかね。あるんですけど、なんかね、
もう今の健康状態だと3年に1回ぐらいもう死ぬんじゃねえかっていうぐらいの大病をするわけですよ、手術にしなきゃいけないとかね。なんかね、そのだけどその3年に1回ぐらいそういうのがあるんだけど、残りの3年間がさ、その病気で大変な一瞬をさ通り過ぎるとさ、また人間はその平穏な生活に戻るんだよね。あれが、ああそういうことかと思って。だ人間の死ぬタイミングね、あの病気の早期発見とか癌とか治らない病気とかもあるけど、大概はその自分の体の調子が悪くなる、白血病とかね、体の調子が悪くなったっていう時に、まあ、適切な処置を打たない、もしくはその ここが生死の分かれ目ですよ、でもここを乗り越えれば10年生きられますよみたいなように人間はできてるんじゃねえかなっていうだから こんな病気をしたからもうこの先僕は一生歩けないとか、まあ脳死状態とかね、いろいろあったりするけど、そうじゃない限りは人間が死ぬ可能性のある病気をすることはこう3年サイクルぐらいでやってくるんだっていうなんかね、そういう感じになりました。あの時死んでてもおかしくないんだよなーっていうのを、こう思い返すとだいたいそれぐらいのスパンで3年に1回とか5年に1回とか、なんかあるんだよなっていうね、あこれで死んでもおかしくないんだよなっていうのとかで生きてて辛いとかねいう時期もあるんだけど、意外とそれを超えちゃうと、まあ最低でも3年は平気になるんだよなって思ったり、してね、不思議なもんだなって思います。だから人が死ぬっていうのは多分そのタイミングなんだろうね。で、年取るとそのサイクルがまた短くなってったりとか、より体がポンコツになっていくから治んないまんま死んじゃうっていうことにはなるんだろうけど、まあ、僕はもう次何かあったら死ぬんだろうなとは思ってますけど、まあ、死ぬ前には後悔のないようにしたいですね。惜しまれないように死にたいですね。まだ生きてんのかなっていうのを言われたくもないですから、まあそんな感じであります。よかった、今日は雑談ができてよかったです。昨日の配信楽しかったですけどね。昨日のお絵描きは何が楽しかったかっていうと、イメージ通りの絵が描けて、あやっぱメンマさんは絵がうまいんだなっていう再確認ができて、あ何でも描けるな、僕は何でもパパパって描いちゃうなと思ったりもして、すげえなって、自分が描きたい絵を描くからそりゃそうなんですよ。他人の描いた望んでない絵を、どんなにうまくても望んでない絵は欲しくない絵だから、自分が望んだ絵に近いものをこうアウトプットできるのは自分の才能でしかないから、それができるのは偉いなぁと思ってね、ああ大したもんだっていうふうに思いましたね。だけどまあこの技術も AI とかにはもう勝てないっていうのもあるから、昨日描いた絵を AI に投げてリペイントしてもらうっていうのはどうだろうかなというのをちょっと考えたりしましたね。まあ準備するのもめんどくさいのでやらないですけど、お金かかるしね納得いく絵が出てくるまで何十回も試行錯誤しなきゃいけないから、命令文書いたりとかしなきゃいけないからめんどくさいんだけど、あれはちょっといいなって思いましたね。あ、そうか、こういう時に AI 使うといいのかって。だから自分が好きなその原型はできたと、ね、これ以上その丁寧に絵も描きたくないと、だから他人の絵に似ようが何だろうが、
その人様が見て、ああ、上手だね、綺麗だねっていうところに持ってくのに、AI なんていうのは、その新しい絵柄を覚える必要もないから、楽は楽なんだなと思ったりとかはしてます。それにね、けしからんとか、俺たちの仕事が奪われるとか、イラストレーターの人なんかは特にそうだろうなと思うんですよ。でも自分がもし経営者で、イラストレーターとかに物発注する人だったら、人間に仕事を頼んで長い時間待って出来上がったものよりは、AI に何百通りもこうアイディア出さしてアウトプットさせた方が楽よ、楽だし金かかんないし、より自分たちが望んだこう効果のあるイラストが上がってくるというね。結果になるから、それは経営者は AI 選ぶよなっても思ったりするので、ね、自分の仕事に精一杯だし、もうそれしか道がないっつってその道に進んだ人にとっては、これから先の未来は地獄みたいなもんだろうなと思うんですけど、まあでも、なんだっけ、すべてのデスクワーク、だから今みんながサラリーマンとかがね、やってるような仕事なんつうのはもう全部 AI ができるから、あなたたち、首、ね、失業しますよって言われてるやつですよ。税理士の仕事とかさ。あんなの、もう、やってくれるんだから、AI が。ってなりますよってなった時に、まあ、そうなるよね。だってそっちの方がコストかかんないんだし。じゃあ、余った人たち何の仕事すりゃいいんだって話になるんだけど。みんなが転売屋になるとかいうことになるのかな。でもそれもな、そのみんなが参加したらみんなが売り物がなくなるっていうさ、売れ筋の商品が一瞬で商品棚からなくなって、インターネットでその倍の値段で流通してみたいなことをみんながやり始めたら、まあ誰も儲からなくなるだろうしなとは思ったりするんだけど、どうなのかね。あと2、3年後には AI に仕事取られる人とかが出てくるのかね。映画産業のストライキとかもね、終わったみたいですけど、 AI がやってくれるからもう人間いらないっていうところに入ってくるのかな。だから AI の書いた小説とか AI が作る映画とか、で僕らは満足する。まあでも人間が作ってどうしようも、今僕はもう AI になった方がいいんじゃないかっていうのは、テレビとかのニュースですね、ニュース見なくなったっつうけど、アナウンサーが言い間違いするたんびに、ああじゃあ AI にやらせりゃいいんじゃねえのって思うわけ。うまく読めなかったり、後で失礼しましたとかさ、この間なんかなんだっけな、使われてた犯人と断定した後、したとして報道した写真ですが、全くの別人でしたみたいなのがあってさ、それはあってはならないんじゃないのって思うんだけど、もう今人間のポンコツさがそういうところに出てくるから、もういいんじゃねえって思ったりとかします。あとは、そうね、携帯電話。携帯電話の CM、テレビ CM でちょっと最近びっくりしてんのは、まあ iPhone とか Google とかあるけど、まあカメラがここにいっぱいついてたりするのもあれなんですけど、今携帯っつうの、スマホっていうの、わかんないけど、撮った写真を加工して、あれだ、フワちゃんって人が出てて、アンミカとディズニーランドに行った時の写真が気に入らないっつって顔をすげ替えるっていう CM があるんですよ。なんか目をつぶっちゃってるから他の写真の候補からいい写真を持ってきて合成すると、これが簡単にできますよっつって、あなたの思い出が書き換えられるわけだね。だから実際にはもう、だからそのね、ニュースとかでフェイク映像とかに気をつけてくださいって言ってる人たちが
いる一方で、庶民が利用するサービスの中にフェイク画像を作れてしまう要素が、あとなんだっけ、自撮りでなんか街の中でジャンプしたらさ、こうデブがジャンプするんだよ。デブのメガネがウェーっつって、ちょっとジャンプしたやつをさ、その加工できますっつって、背景がなんかね、人物をそこから切り取ってなんか上に上げて超空を飛んでるデブみたいな写真になりますみたいなのが今最新の携帯でできる機能ですっつってさ、 AI がやってくれますなんつってさ、誰が欲しいんだよこの機能と思ってさ。でね、みんな現実をもう切り取りたくないんでしょ。ちょっと前にあの犬顔のなんかね、その顔隠しみたいな、ブス隠しみたいなのでさなるやつとか、目だけ大きくなるアプリとか、まあいろんなのがある中で、もう今はそのワンタップでその画像編集ができるっていうところまで来たわけだ。どんなド素人でも、昔僕が写真屋時代にやってたフォトショップ使って今いない旅行の社員を2人増やすっていうような仕事とかなくなったんだ。今それ AI がポンってやってくれるんだなとは思うんですよ。僕それすごい上手だったの、フォトショップの格好が。いろんな仕事が昔あったんだよ、フォトショップが出始めの頃は。その、ね、モデルのシワ取るのとかさ、いっぱいあったんだけど。まあ僕もそれに昔加担してたので、フェイク画像を作るのに加担してたので、その規模は小さいですけど、社員旅行の存在しない二人を増やすっていうのは、我ながらあれをさ、3時間でやってのけたのは自分でも偉いなと思うんだけど。はい。24時間テレビの義援金横領は日テレ地方局の日本海テレビだから、日テレってわけせはない。落ち着け。せとではどこで間違えるんだ？ああ、キーボードの S と D で近いから間違ったんだね。はい、すいません。日本海テレビなんだね。すいません。日本海テレビってどこ？世の中には悪い人がいるね。いるね。もうね、この話してることをぶった切って日テレの話された。まあ、フェイク画像の話なのでいいんだけど、日本海テレビってどこなんだ？弊社元幹部社員の不正について。日本海テレビってどこのニュース局なんだ？鳥取、島根。ああ、じゃあ鳥取には悪い人がいるってことだね。もしくは、鳥取に引っ越してきた人に悪い人がいたんだね。鳥取の人は悪くないの。じゃあこの人たちの善意がこう搾取されてたんですね。北陸地方で、あ、ありがとうございます。幹部社員がやってんだからこんなことバレないと思って、でもいずれバレるわけでね、やっちゃいけない。でも。携帯電話一つ取ってもやっぱごまかすということができるのでね。ね、みんなより綺麗な写真とかベストショットが欲しいとか、もうちょっとお腹がへこんでいればとか、写真が加工できればっつってね。まだガラケーの時代に、女の子のプロフィール写真がすごい加工されてるなと思って、会ってみたらすごい
すごいもう、加工前の女の子が出てたりとかありましたけど。ああいう写真で嘘つかない子はいいもんだなって思ったりはするんですが。もう、それが今は当たり前になってんだよね。フェイク画像を作って何が悪いっていうのを、できるんだからやりますよっていう、ね。そんな、目を閉じたままの写真を直しますよって。じゃあもう、アメリカ行ったことないのにアメリカ行きましたみたいな写真もできるわけで。で、今それはもうリアルタイムに映像でも AI がいろいろできたりとかする次元にはなってきてるので。でもたまになんかその、男の人が女の人に化けるというか、なんかね、アバターみたいなものを使う技術のみたいなので、見た目が女の人にこう急になるんだけど、こう顔の傾け方とかで、コンピューターがこう一瞬判断できない時に素の映像に戻るみたいなので、それまで美人のブロンド髪の人が出てたのに、急にヒゲのおっさんにシュンって切り替わる瞬間みたいなのとか、まあ今その段階なんだろうけど、そうまでして、まあね、僕も顔出し配信をしてないので、あれだけど、嘘ばっかりだね。こういう美味しいご飯を食べましたもん。美味しそうに見える盛り方みたいなのとかを勝手にこう改ざんしたりとかして。で、ここで美味しいご飯食べましたっつって出てきたメニューが、その違うとかね。インフルエンサーがアップしてた写真と違うみたいにさ、そのうち揉めるんじゃねえかなとかさ。食べログで見た写真と違う商品なんだけど、みたいな。それはもう、だって誰が悪いかって話でしょ？インフルエンサーが写真加工してたらお店のせいじゃないしさ。なんかトラブルのもと作りそうなものを、今の携帯はそれを最新技術として、AI の技術としてそんなのを押して CM してんだなぁと思ってさ。それで世間のさ、その、オバマ大統領とかがのフェイク映像に騙されるなとか、トランプ大統領のフェイク映像に騙されるなみたいなさ、こと言ってんだから、まあ、ちぐはぐだよなと思ったりとかしますね。なんか、すごい、これを喜ぶのは嘘つきだけなんじゃないかなって、思いますね。何がしたいんだろうなって。まあ、一回やってみたいんだろうな、みんなな、こういうのな。僕は仕事でやってたから、別にこれはもう頼まれてやった仕事で、それでおぜぜもらうから、別にそれでいいんだけど。まあ、みんながみんなそうやって嘘の写真を、まあ今アルバムもないからね。あと、プリクラでもなんか綺麗に撮れますみたいな加工が、まあ、発展系なんだろうなとは思うんですけど、なんかそんなのちょっと思ったりいたしました。まあ、健康と携帯の話をおまけでしましたけど、まあ今日はこの辺で終わろうかなって思います。何分話した？ 40 分話したのか。そうかそうか。まあ今日も好調ですね。終わります。